なんだろう。漬物たらこまで。ああ、あれなんだろう。マスっぽい。うん。あ、でももうそろそろかな。もうそろそろ。始めたラインだな。あ、マスだ。はい、どうも。止まった止まった止まった。マスっぽい。あ、リーダー入った。はい、どうもー。よし。よし。綺麗だ。来たよ。あ、ホッケ、ホッケだ。ここでタックル紹介を少しさせてください。まずスプリットリ、あ、その前に PE は PE 今回ないんですけど、 PE は1号の8ブレードを使用してます。 200m。 そしてハリスはフロロカーボンの5号、 100m ですね。今回これ使いました。そしてスプリットリングですね、ジングとの結束部分はこちらを使ってます。結構スイベルとか使う人も多いと思うんですけど、僕はこれで少しでも小さく、魚に違和感なくジグを食わせるために、小さいやつを使ってます。そしてジグの方なんですけど、エゾハチさんから出ているこのナマラジグですね、これを中心に使わせてもらってます。はい。でこのジグを使う時の注意点なんですけど、左右が非対称のジグになります。少し細かい話になるんですけど、このスイベルじゃなくてソリッドリングのつける位置ですね、これを気をつけてもらって、ジグがフォールするときですね、重い方が下になってフォールしていくと思うんですけど、このソリッドリングを、針の下につけるように自分はしてますね。針の下にフォールするときに針がしっかり上を向くように、はい、ここですね。まあ小さいことですけど、もしかしたら超過に影響してくるかもしれないので、はい、ここに糸をつけます。こんな感じですね。こんな感じです。
こうやってフォールしていくとな感じですね。そしてカラーの方なんですけど、まあ僕このゼブラが結構いいよっていう風にまあ言われてて結構好きで使ってあったんですけども、今回使ったジグはですね、今回使ったジグはゼブラがなくてですね、普通の赤とか青とかですね。でこれはナマラジグじゃないんですけど、これですね、単色、まあ、若干差し色が入ってる感じのカラーになります。まあ、個人的に、カラーはあんまり重要じゃないと思ってるので、まあ、どっちかっていうと形の方が、結構重要なんじゃないかなと個人的には思ってます。で今回は速い動きに反応があったので、まあ、こちらよりも、こちらの方が食いが良かったように感じます。まあ、その時の状況に合わせて変えていく必要がありますね。色じゃなくて形ですね。そうですね、まあ魚のかかる位置もですね、こっちのフロントフックの方にかかってきてたので、フォールの時にかかったのではなく、どっちかというとフォールからの立ち上がりの時に、フォールからの立ち上がりの時にガプッと来た感じですね。フォールでバイトするとどっちケツの方に魚がかかることが多いんで、はい、そういうのを見つつ釣りをやっていくとさらに面白みが増すというか、まあ釣った感があるというか達成感があると思います。まあ、そんな感じですね。個人的な意見でした。どうも。うわ、サメっぽいな、なんか。サメっぽいな。重さが違うもん。サメっぽいな。いや、わかんねえ。重いぞ。